若手がいいんです。バレーボール男子の日本代表は昨日に続いて中国と対戦。久しぶりの海外勢との試合で若手が躍動します。高橋藍は19歳、チーム最年少の大学生が序盤から思い切りのいいプレーを見せると、同じく大学生の大塚もこのプレー。勝負どころは21歳の西田が決めました。若手の活躍で中国の反撃を振り切った日本。セットカウント3対1で快勝です。東京オリンピックのメンバーに入れるようにまずは自分自身 の力を磨きたいなと思っています。全員でしっかりとレベルを上げて、もっともっと強い日本バレーを見せていけたらなというふうに思います。オリンピック前最後の国内試合、バレーボール男子の日本代表は紅白戦の最終日。活躍したのは大竹、尊敬する人は上原浩二さんという25歳です。コースを幅広く打てたと本人も納得の冷静なスパイクでした。さらに北京オリンピック代表の清水、東京オリンピックに出たいという気持ちが出ていたと中垣内監督も評価する気迫のプレーでした。表彰台目指して頑張ってまいりたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。オリンピック代表入りへアピールです。バレーボール男子日本代表、およそ1年半ぶりに観客を入れ紅白戦を行いました。試合序盤まさかのアクシデント。オリンピックで活躍が期待される西田がブロックの着地の際に右足首を負傷し離脱します。オリンピック代表に残れるのは12人、若手もベテランも必死にアピールします。中でも注目は最年少の大学生高橋藍、持ち味のレシーブで攻撃の勢いにつなげられたと存在感を示すと、意表をついた攻撃も見せました。自分が敗れるとしたら違う何かが必要かな、さらにアピールしていきたいなと思ってます。